長岡外市長女、磯子はサブキ磯子10月8日から1985年2月15日は、大正から昭和にかけての歌人、テニスプレイヤー。1889年10月8日、第日本帝国陸軍軍人で、衆議院議員としても活躍した長岡外市の長女として、宮城県に生まれた。当時、長岡外市は仙台市に所在する、 不評第四連隊中隊長の職にあった。1892年、父の転勤で東京に移る。1904年、東京市麹島地区の家族女学校に入学。1906年には、8歳年上で日本銀行勤務の浅吹恒吉に嫁いだ。1909年には、長男の栄一。1912年には、次男の正二、 1914年には三男の三吉、1915年には四男の四郎、1917年には長女のと水子を出産した。麻吹狐吉、磯子夫妻と五人の子供一家中テニス好きで知られていた。夫の麻吹狐吉は慶応義塾在学中からテニスに関しては有名だった。1920年秋、麻吹狐吉は、 急ごう伴って渡米したが、米国テニス協会会長ら幹部との懇談の際、会長よりデビスカップへの日本の参加を強く進められた。デビスカップは国別対抗戦であり、参加するには国の窓口としての協会が必要だったが、日本にはまだなかった。帰国した朝吹は、学校やクラブの関係者との接触を重ね、理事を揃えて日本定休協会を組織し、 押されて、自らが会長となり、翌1921年に2月、国際ローオンテニス連盟に加盟を申請した。1922年3月、麻吹常吉は、日本テニスの統括団体として、日本定休協会を正式に発足させた。1923年3月には、米国の後押しで、国際ローオンテニス連盟への参加が認められた。磯子が、 本格的に高級テニスを始めたのは日本低級協会発足後のことであり30歳を過ぎてからのことであった。1923年9月、関東大震災のため東京に帰れず、軽井沢のテニスコート付け別荘に滞留していた磯子は夫のつ吉きちが招いていた世界的プレイヤーで当時第2回日本低級選手権で優勝したばかりの原田武一に ラケットの持ち方から始まって、テニスを基本から教わったという。東京に戻ってからは、高輪の麻布規定のコートで、原田のダブルスパートナーだった、青木和夫の指導を受けるようになった。実業家夫人として、5人の子の母親として忙しい、毎日を送っていた、いそこであったが、寸家を惜しんで真面目に、基本に忠実に練習を重ねた。名プレーヤーの指導を受け、 実力をつけた磯子は、1924年に開催された第一回全日本女子、定級選手権大会のシングルスでベスト4に入り、日本女子テニス界の草分け的存在となった。この大会では、出場者19人のうち、既婚者は磯子だけだったと言われている。1926年年4月の第2回関東、定級選手権では、女子シングルス、 同ダブルスで優勝という結果を残した。その後、二人の子供を連れて、アメリカにテニス修行に出かけたこともあった。彼女は外国人コーチにテニスの手ほどきを受けた最初の女性でもあった。磯子は、ローンテニス九1926年7月号掲載の、私の日常とテニスに女子に一番適した、このテニスがますます盛んになりますようにと書き記し、また、 自身のテニス経験を語って、関東ではあまりに引っ込め試案の過程が多いので、情けないございます。どんどん運動をして、立派な体格をした未来の母性が、さあ山源割れることを切に希望いたしますと綴っている。1929年10月の全日本、選手権ダブルスで優勝を果たすなどの戦歴を残したが、肘を痛めた後はゴルフに転じた。 戦後も日本女子テニス連盟の名誉会員を長く務めた。歌人としては、村岡花子や柳原博連も入門した、佐々木信綱主催の短歌結社、なぎ会の会員として短歌を主とする創作活動を行った。また、藤波会,会会員、心の花同人、十一日会会長としても活動した。長かりし一夏も過ぎて人あらぬ高原のコートに、 溶岩を十不可修に、1936年4月、高砂島を、歌府、1940年、歌修、寒流、1942年、おもかげ、1943年、宗樹、1964年10月、青縁、1969年、青やきら、1979年1月、青羊猿、随筆に1973年1月の、 80年を生きる変著に1969年の改装、麻吹純吉がある。1985年2月15日死去。95歳。磯そごと夫の麻吹純吉。ありがとうございます。